ち合わせと違う。リナちゃんボード、ハテナ。中に入れて。中に入れてって言ってるよ。おバカ、入れるわけないでしょ。なぜこのようなことに。そのゾンビってどうせこれも仕込みなんでしょ。ねえ、そうだと言って。違うわよ。だったらこんなに焦んないわよ。第一仕込みならあのゾンビは誰だっていうの。確かに全員揃っていますね。ではあれは。ニコさんのあの態度、とても演技には見えません。もし演技だとしたら大女優です。しかしゾンビなどという非現実的なものがいるはず。それじゃあ、あれは？それは…エリチ、面白い展開になって。何も聞こえない。何も見えないわ。あ、現実逃避してる。この島に伝わる階段は実話だったんですね。そして、例の女生徒たちがこんな姿で徘徊してるってことです。島に伝わる階段なんて本気にしてるわけ？じゃあ、あのゾンビは何なんですか？だから知らないわよ。階段が本物かなんて今は関係ないよ。現実にゾンビが私たちを襲ってるんだよ。でもここには入ってこられないみたい。絶対入れないようにしなきゃ。ニコッチ、本当にあのゾンビとは無関係なんやね。関係ないわよ。どうしてこんなことに。なんだっていいけど、このままってわけにはいかないでしょ。どうするのよ。どうするって言われても。何してんのよ。まずは身の安全を確保しましょう。もしゾンビが家の中に侵入してきたりでもしたら大変です。戸締まりは万全ですか？リン、玄関見てくる。じゃあ、アイさんは開いてる窓がないか見てくるよ。ニナリンも付き合って。わかった。万が一に備えてバリケードを作った方がいいかもしれないわね。そうですね。テーブルなどで入り口を塞ぎましょう。そうだ、電話で助けを呼びましょう。ここスマホは圏外ですよ。固定電話があるから大丈夫だよ。ニコちゃん、電話がつながるようにしてくれる？無理よ。今回のドッキリの相談をここのオーナーにしたら面白がって電話線外しちゃったのよ。あちゃー、オーナーのノリの良さが裏目に出ちゃったね。それじゃあ、あさって迎えが来るまで誰とも連絡ができないの？いいえ、
非常時のための無線機があるって聞いてるわ。なら、それを使って助けを呼ぼうよ。無線機があるのは外の倉庫なのよ。ゾンビが歩き回ってる中、出ていけると思う？静かだね。ゾンビたち、諦めてどこかに行ったのかな？家に帰って寝てるのかも。いやいや、家ってどこよ？お墓とか？油断大敵です。静かになったからといって、近くにいない保証はないのですから。そうやね。安心して外に出た瞬間、襲われないとも限らないし。寝るといえば、かなちゃん眠くないの？いつもならもっと眠そうにしてんのに。さすがにかなたちゃんもゾンビに囲まれてたら眠れないよ。確かにこの状況じゃ眠気なんてどこかに行っちゃうよね。うん、目が冴えちゃって全然眠たくならない。あの、ん？どうしたの、歩む。あのね、ゾンビのことに集中しなきゃいけないことは分かってるんだけど、その、ね。私と歩むちゃんと刹那ちゃん、さっきから何が起きてるのか全然分からなくて。ほのかさんは、生きて、いますよね。本物のほのかさんなんですよね。ああ！そっか。ごめんね、三人とも。混乱してるよね。あ、ごめん！忘れてた！ごめんなさい！さっきのは嘘なの。かすみもごめんなさい。合宿の相談をしたとき、ああいういたずらをしたら面白いんじゃないかって話になって、調子に乗っちゃって。私よ！私が立案者！島に伝わる階段を使ったら面白いんじゃないかって思って。こんなことになるとは思ってなかったのよ。盛り上がったところで、ほのかに出てきてもらって、ああよかったーって、終わらせるつもりだったんだけど。盛り上がってしまいました。本当にすみませんでした。誰も怪我とかしてないってことだよね。みんな元気ってことだよね。そうです。本当に変ないたずらを仕掛けてしまって。よかった。みんな無事ならいいの。こんなに楽しい合宿に来てあんなことになっちゃって、本当は泣きそうだったから。いたずらならそれでいいんです。あんたたちもっと怒っていいのよ。もういいよ、みんなが無事ならいいの。それより今はゾンビのことに集中しよう。切実な問題にゃ。とりあえず今はゾンビがいなくなってるけどね。本当なら少しでも寝て体力を回復した方がいいんだけど、彼方が眠れないくらいなんだもの、私たちだって眠れないわよね。よく考えたらゾンビって超楽勝な相手じゃないですか。かすみちゃんがまたおかしなこと言い出した。いつもおかしなこと言ってるみたいな言い方しないでよ。まあまあ、で何が超楽勝なの？お化けって
壁とかすり抜けるし、どこから現れるかわからなくてやばいじゃないですか。だけどゾンビって戸締まりさえしっかりしていれば襲われなくないですか？言われてみればそうね。あまり力が強いイメージもないし。そういえばゾンビって見た目以外で何が怖いの？そりゃやっぱ繁殖力じゃない？噛まれた人間はゾンビになるってのが定番だし。ということは噛まれなければ問題ないと？だったら近づかなければいい。ほらやっぱり楽勝じゃないですか。ねえ、ずっと疑問に思ってることがあるんだけど、ゾンビに追いかけられてる人ってどうして必ず転んじゃうのかな？ああ、映画の話ですね。一般的にゾンビは動きが鈍いとされているので、全力で走れば逃げ切れてしまうからです。ホラーなのに、それではあまりにも緊張感がありませんから、転ぶことによってゾンビが追いつきやすい状況を作り出しているんですよ。制作側の都合ということですか。でも最近は事情が違うみたいですよ。どう違うん？最近は走るゾンビもいるんです。それこそアスリートのように猛スピードで追いかけてくるんですよ。やめて！それは怖い。ゾンビも進化してるんだね。進化というよりそれも制作側の都合な気もしますが。あとさ、ゾンビって意外と撃たれ弱くない？本来死んでいるので不死身のような気もしますが、頭を狙えば動けなくなりますし、無敵というわけではないかもしれませんね。なんか落ち着いて考えれば大丈夫って気がしてきた。ゾンビ相手にサバイバルできそうにゃ。危険な真似はよしなさい。冷静になって考えてみれば、やはりゾンビなど存在するはずがありません。野生動物が別荘内に入ろうと窓に飛びついてきていたのでは？その声を聞き間違えたとか。外に出て確かめてみる？だから危ないからやめておきなさい。じゃあ窓から外を覗いてみるのはどうですか？まあそれくらいなら。小鳥、カーテンを開けてみて。わかった。どうしたにゃ。窓に血文字が。ちか。あ、誰か地下室見た？そこから入ってくる気なのかも。それなら私が確認したから大丈夫よ。それならよかった。全然良くないわよ。一体いつまでこんなことが続くの？それはゾンビに聞いてちょうだい。無理。無理もありません。長旅や遊びの疲れに加えゾンビ騒ぎですからね。疲労と緊張でとうに限界を超えていたのでしょう。そっか。私たちもさっき起きたばかりなんだよ。ふう、うわ。
よく寝た。寝起きのかすみんもかわいい。睡眠をとったおかげで頭もすっきりしました。結局どうなったのかな。先ほど刹那たちが外の見回りに行きました。何事もなければもう帰ってくると思うのですが。慎重に建物周辺を調べましたが、ゾンビの姿は確認できませんでした。本当？本当本当。よかった。どういうことでしょう。昼間は活動しないのでしょうか。よくわかんないけど、いないならそれでいいにゃ。まあね。あれがなんだって、危険がないならいいわ。もちろん島を出るまで、警戒は怠れないけど。ふぅ、安心したらお腹が空いちゃった。ご飯にしようか。お腹が空いてちゃ、いざって時に力が出ないもんね。賛成。お腹いっぱいになれば、いいアイディアが浮かぶかもしれないし。じゃあ、かなたちゃんがちゃちゃっと作っちゃう。お、かなちゃんがダジャレを？余裕じゃん。さあ、召し上がれ。この卵焼きは、あゆむちゃんが作ったんだよ。卵焼きにはちょっとこだわりがあるんだってさ。こだわり？そんな大したことじゃないんだよ。でも、卵焼きはあの子の好物だから。おい、かすみんだって卵焼きくらい上手に作れますもん。それに、先輩はかすみんのコッペパンだって美味しいって言ってたから、好物のはずだし。かすみさん、どうぞ。こんな卵焼き、あん。美味しいです。よかった。後でこの卵焼きを作るコツを教えるから、かすみちゃんも私にパンの作り方を教えてほしいな。かなた、このお味噌汁って昨日釣った魚を使ったの？あ、わかる？取っておいたアラを使ったんだ。おいしい、おいしいよ、かなたさん、あゆむさん。このお味噌汁と卵焼きがあればいくらでもご飯が食べられる。ほんと、朝から幸せな気分やね。本当だね。ハプニングはあったけど、昨日からイベントの連続で合宿って感じだよね。ゾンビの出現はハプニングという次元を超えていますよ。あはは。それに、そもそもほのかたちのいたずらのせいで余計ややこしいことになったのですからね。ごめんなさい。いえ、よく考えればおかしいとすぐに気づくこともできたはずですし、早とちりした私たちにも責任がありますから。せつなちゃん、甘やかさないでください。せつな、すみませんでした。まあまあ、アイさんはゾンビも含めて楽しんじゃってるよ。スリリングなの嫌いじゃない。
この状況を楽しめるなんて羨ましいわ。でもこうしてみんながいてくれて心強いのは確かね。いざとなったら私たちの団結力で乗り切れるわよ。だからもう少し肩の力を抜きなさい。昨日あんなに怯えてたのは誰だっけ？マキこそガクガク震えてたでしょ。誰がよ。マキがよ。こんなに騒がしかったらゾンビも逃げていくかもしれないね。ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。うん、お腹がいっぱいになったら元気が出てきたね。リン、今ならゾンビが相手でも負ける気がしないにゃ。出会わないに越したことはないよ、リンちゃん。それでこれからどうする？昨夜話に出た無線機で外部と連絡を取りませんか？そうね。いつゾンビが現れるかわからない以上、安全な今のうちに行動するべきだわ。可能なら少し食料の調達もしておきたいですね。考えたくはないですが、長期戦になることも見越して。外部と連絡が取れればそんなことにはならないわよ。さあ、倉庫に向かいましょう。いないわよね、あれ。あれって？だからそのあれよ。ゾンビ。エリチ怖がりやから口にも出したくないみたい。なるほど。大丈夫だよ、近くにはいないみたいだから。それに何かあったら私がエリちゃんを守るから。エマ。エマちゃん優しいな。でもエリチのことは自分の身は自分で守れるように育ててるから安心して。のぞみに育てられた覚えはないんだけど。し、いつ何が飛び出してくるかわからない以上、手早く済ませてしまいましょう。そうね。こう暗いと、わかりにくいわね。あれじゃないですか？これ？だけど、なんていうか、ずいぶん年季の入った感じやね。うん、かなり古いタイプみたい。ここまで来て今更ですが、そもそもこれを使える人はいるのでしょうか？リナさんはどうでしょう？こう古いと、お手上げ。まあ、そうだよね。古い機械って、作りが単純って聞いたことがあるわ。適当にいじったら使えるんじゃない？このボタンとか、それっぽいですよね。じゃあ、ポチー。つながった？何も聞こえないね。あんまり適当にいじったら壊れちゃいませんかね。とはいえ、見てたって仕方ないっしょ。こう、こう、こう、と。あ、動いた。さすが愛先輩。愛さんはやる女だよ。で、
これをこうして、ないか。結局助けを呼べないじゃない。ということはやはり明後日までこの島から出られないってことですね。ねえ、やっぱり昨日のは見間違いってことはないかしら。だっておかしくない？こんなに影も形もないのよ。でもマキちゃんも見たでしょ？実は暗くてはっきりとは見てないのよ。何かがいたっていうのは確かだけど、誰かはっきり見た人いる？言われてみればちゃんとは見てないかも。かなたちゃんも。でもだとしたらあれは何だって言うのよ。音や声はみんな聞いてるでしょ？うん、音は確かに聞いたよね。音だけなら他の可能性も考えられない？可能性って、例えば？何かの事故でこの島に流れ着いた遭難者というのはありえないでしょうか。それで私たちに助けを求めていたというのは？遭難者。少なくともゾンビよりは現実的な話かもしれないわね。探しに行こう。探しに行くって、いるかどうかもわからないのよ。でも本当にいたら大変だよ。困ってるなら助けてあげなきゃ。そうだね、ほのかちゃんの言う通りだよ。早く見つけてあげよう。じゃあ今からいそうなところを探しに行こう。探した範囲ではゾンビはもちろん遭難者もどこにもいなかったわ。岩場の方も見当たらなかったよ。洞窟はどうやった？カスミたちは見に行ってないです。あそこ不気味だったし行かないかなと思って。不気味は不気味だけど雨風をしのぐにはいい場所かも。じゃあみんなで行ってみる？うん、ちょっと怖いけどみんなが一緒なら。そうね、みんなで行ってみましょう。レッツゴーニャー。なんかより一層不気味に見えるね。ねえ、あれ見て。昨日、あんなのあった？ううん、服と長靴はあったけど、あんなのなかったよ。カスミンの目は可愛いけど、見え方がおかしいかもしれません。あれ、斧みたいに見えます。え？そんなわけないわよね。もっと近くで見てみましょう。なんか、嫌な感じするね。やだなぁ。斧なんてあるわけないよ。きっと木の枝の見間違いだよ。どれどれ？ん？ほのかさん、どうですか？
木の枝ですよね。ほのか、違うって言って。安心して、やっぱり木の枝だったよ。でも、なんか奥にいろいろあるっぽいな。小鳥ちゃん、海ちゃん、一緒に見に行こう。なぜ私たちを呼ぶのですか？ほらほら、見てきなさいよ。それならニコも一緒に来てください。私が行きます。ちょっとせつなさん、ねえ、みんなで行ってみない？かすみん、見え方がおかしいかもしれないですし、また間違ったら大変ですから、ここで待ってます。いいから、みんなで行くの。かすみちゃん、私の後ろにいていいよ。あー、歩む先輩。空気がひんやりしてるね。外と全然温度が違うよ。スマホのライトで照らしても全部は見えないね。暗くて、かなたちゃん、眠気が。よくこんな時に寝れるわね。ちょっとニコちゃん、うるさい。音が反響するのよ。みんな、あそこ。なんか、いろんなものがあるにゃ。それに。全部ボロボロじゃないですか。これ。ボロボロになっている服、靴、帽子にコート？あ、本やスーツケースなんかもあります。ねえ、これって、遭難した人のものっていうには、ボロボロすぎるよね。遭難者というよりは、ゾンビのものといった方がしっくりきます。じゃあ、これって、やっぱり。それだけではありません。ここにこんなに散乱しているということは、ここが、ゾンビたちのねぐらということなのではないですか？ちょっと待ってよ。一刻も早くここから脱出しましょう。だから迎えが来るのはまだ先なんだってば。いいえ、待っていられません。遭難者が見つからない上、あんなものを見つけてしまっては、やはり昨晩のあれはゾンビで確定です。夜になったらゾンビがまたここに。私、死にたくないよ。リナリー、昨日と同じセリフだけどめっちゃ白心だね。そりゃ白心にもなりますよ。愛先輩、真面目に脱出方法を考えてください。電話も無線も使えないで、どうやって脱出しろって言うのよ。他に何か案はない？もう思いつかないよ。一回まとめましょう。ここまでどんな案が出たっけ？旗を作って近くを通り過ぎる飛行機や船に振る。海岸に SOS って大きな文字を書く。のろしを上げる。他何やったかな？
イカダを作るという案も出ましたが、有効性に欠けるので以上でいいのでは？とはいえ、今出たのもあまり有効だとは言えないわね。そうかな。遭難した時の定番っぽいけど。考えてみなさいよ。この島に来てから一度でも飛行機や船が近くを通るのを見た？言われてみれば。いろいろ案は出ましたが、やはり迎えが来るまで隠れているのが一番かもしれませんね。そうかもしれないけど、本当に他にできることはないのかしら。何かしてないといろいろ想像して不安になっちゃうから、できることを探したいな。少し早いけど、眠るのはどうかな。目が覚めたら明日になってるのでは？寝ている間に襲われたらどうするんですか？誰もが彼方先輩みたいに秒で眠れるわけじゃないんですよ。特にこの繊細なカスミンは、不安で胸が張り裂けそうです。すっすー。何もかも忘れて眠れたらどんなにいいでしょうね。いつも冷静なカリンさんまでもが遠い目に。カリンちゃん、よしよし、大丈夫だからね。何かあっても私がずっとそばにいるよ。エマ、何かしてないと落ち着かないって言うならトランプでもする？あんた、この状況でよくそんなこと言えるわね。いいんじゃないかな。することもないし、このまま考えててもおかしな想像しちゃいそうだし。うん、気を紛らわした方がいいかもしれないね。昨日トランプできなかったし、リンババ抜きやりたいにゃ。リンちゃんがやるなら私も。他にやる人？全然揃わない。ほっ、あったにゃ。はい、アイさん聞いていいよ。じゃあこれ、お、アイさんも揃った。おい、次はカスミンだよ。運がいいですね。ですが、カスミンだって負けませんよ。えい！へっ！わかりやすい反応。何のこと？カスミン、ババなんか引いてないけど。思いっきり目が泳いでるよ。もう、アイ先輩、ババを持ってるならそう言ってくださいよ。え、私のせい？かすみちゃん、ババ抜きはポーカーフェイスが大事。わかってるもん。リナちゃんボード貸してあげようか？リナちゃんボード、シーンを使えば完璧なポーカーフェイス。そんなことしたら、カスミンの可愛い顔が見れなくなっちゃうでしょ。何？ちょっと見てきます。うちも行く。安心してください。どうやら風のいたずらだったようです。本当に？それならいいけど。私、なんだか声が聞こえた気がしたんだけど。嫌なこと言わないでよ！きっと怖い怖いって思ってたから、
風の音が声みたいに聞こえちゃったのかも。なんでもないって言われてもやっぱり気になっちゃうね。ねえ、いっそ洞窟の前で見張ってみるってのはどうかな。何言ってるんですか？フラグ立ちまくりの行動ですよ、それって。自分の知らないところでゾンビが徘徊してるかもしれない、もしかしたら別荘の中に入ってくるかもしれないって思うから不安なんでしょ。なら目で確認できる場所にいた方が安心できるんやない？私もそう思います。絶対に反対です。それってドラマとかでよくあるパターンじゃないですか。そうよ、みんなで一つの部屋にいれば安全なのに、殺人犯かもしれない奴と一緒に入れるかって自分の部屋に戻っちゃって、結局次の犠牲者になっちゃうあれよ。こういうのは絶対一人になっちゃダメなんだってば。とはいえ洞窟が気になって仕方がないというのも事実です。のぞみの言う通り見張りも必要なのではないでしょうか。ではここに残る組と洞窟まで見張りに行く組で分かれましょう。ここに残りたい人は。はいはいはい。かすみさんとニコさんですね。え、二人だけ？エリ、あんた今手を上げかけてたでしょ？え、そうだけど、少しでも人数の多い方がいいかなって。では二人ともお留守番をお願いします。ちょっと待ちなさいよ。バランスが悪すぎですって。カスミも行きますから。じゃあみんなで行こう。仕方ないわね。ストップ！みんな隠れて！え？どうしたの？ちょっとあれ見て！なになに？焚き火を囲んで、ゾンビが踊ってる？まさか本当にいるだなんて、この目で見てもにわかには信じられません。信じるも信じないも、現に目の前にいるじゃない。気づかれないように気をつけなくちゃ。そうね、でも幸い踊りに夢中みたい。この隙に。だけどあのゾンビたち楽しそうだなぁ。悔しいですけど、ゾンビのくせにやけにキレがいいです。だよね！なんか、いいなぁ。そんなこと言ってる場合じゃないわよ、ほのかちゃん！乗り出したら見つかっちゃう。最近のゾンビはレベルが高いんですね。ねえ、なんだか制服を着てるみたいに見えない？制服で踊ってるって昨日ニコちゃんが言ってた怪談話に出てきた子たちなのかな。事故で亡くなったっていう音楽学校の子？いや、だからあれは言い伝えだから、本当の話かどうかはわからないんだってば。ですが、数もちょうど9人です。偶然にしては出来すぎています。不思議なんだけど、ずっと見ていたら、だんだんと怖いっていう気持ちが薄れてきたわ。
まあ確かに目を引くわよね。かすみんもさっきほどは怖くないですけど、でもやっぱりまだ怖いかも。あれだけ怖がってたのにそこまで落ち着くなんてね。それだけのものが伝わってくるってことだよ。きっとあの事件から今までずーっとあんな風にし続けてきたんだね。好きだったんだろうな、踊ることも歌うことも。うん、パフォーマンスすることが好きだったんだって伝わってくるよね。あはは、私たちと一緒だ。言われてみればなんだかスクールアイドルっぽい気がするよ。確かにね、あの子たちもスクールアイドルなんだにゃ。そうかもしれません。当時スクールアイドルという言葉はなかったでしょうが、歌や踊りにかける思いは私たちと同じなんですよ。ねえ、だったら私たちも一緒に踊ろうよ。ちょっと何言い出すのよ。ニコちゃんも私たちと一緒だって言ったじゃない。言ったけど、だからって一緒に踊るっていうのはどうなのよ。また襲われるかもしれないのよ。だってあの子たちもスクールアイドルなんだよ。仲間がいた方が嬉しいと思う。恐怖は消えたって言ったけど、それとこれは話が違うわよ。仲間ってゾンビ的な意味での仲間にされたら大変よ。大丈夫だよ。ずいぶんはっきり言い切るけど、どうしてそう思うの？同じスクールアイドルだから。それだけ？あんなに楽しそうにしてるんだもん、絶対大丈夫。こんなにも説得力のない絶対があるとは。なんて言いつつ、しおりこちゃんも納得しちゃってる顔だよ。私もほのかさんの意見に賛成です。スクールアイドルを愛する者同士、襲われるはずありませんよ。うんうん、生きているかゾンビなのかなんて関係ないよ。ほのかってば、もう絶対行くつもりでしょ。もうこうなったら止められないわよね。でもねえ、私たちも仲間に入れて。共に踊り明かしましょう。うわ、本当に行った。こうなったらもう仕方ないね。みんな行こう。ねえ、私たちも仲間に入れて。共に踊り明かしましょう。アイさんたちにもゾンビダンス教えて。ほのかちゃん、せつなちゃん、それにあいちゃん。あれ、ちかちゃん。うん、そうだよ。え、ちかちゃん。ということはそっちにいるのはマクワのみんな。闇に紛れた豪華の宴に迷い込むとは、それほどまでにこの堕天使ヨハネに会いたかったのかしら、リトルデーモン。ヨシコちゃんだ。ヨシコ優雅。やっと追いついた。え？皆さんこんばんは。お久しぶりですわね。ええー、
ど、ここにいたのはチカちゃんたち。え？普通に見えて、実はみんなゾンビなの？私たちみんなゾンビじゃないよ。そうそう、この通りピンピンしてるから。マリーたち、体調はベリーグッドよ。でもさっき見ましたもん、洞窟にゾンビっぽい服とかが散乱しているところ。だからみんな実はすでにゾンビなんじゃない？ゾンビに噛まれてゾンビになっちゃったんじゃないですか？それでカスミンたちのことも仲間にしようって思ってるんじゃ。あ、服は昨日着てた衣装かも。安心してよ、ちゃんと普通の人間だからさ。本当ですか？本当だよ。ほら、見てみて。確かに、いつも通りに見えるわね。よかった。ごめんね。いや、まあ勝手に勘違いしてたのはうちらの方だしね。それはそうと、こんなところで何をしていたのよ。これは PV の撮影ずら。え？ホラー映画っぽく撮りたいっていろいろ相談した結果、特殊メイクをしたホラーっぽい PV にしようって話になったの。で、どう相談したらそこにたどり着くのよ。だってどうだったっけ、有名な PV を見たりして決めたんじゃなかったっけ。紛らわしいですよ、カスミンたちゾンビがいるのかと思ってすっごい怯えてましたからね。でも、もう安心していいんだよ、かすみちゃん。うん、かすみさん、ずっと怯えてたから、ちょっと疲れてるんじゃない？私に寄りかかってもいいからね。私も、支えてあげる。私も、微力ながらお手伝いします。二次学の一年生ちゃんたちの親睦が深まったね。それでホラー PV ってことは分かったけど、マリちゃんたちはどうしてこの島に？撮影にいい場所がないかとサーチしていたら、偶然ここを見つけたのよ。この島のオーナーとは顔見知りで、理由を話したら快く許可してくれたの。ただ唯一の建物である別荘は他の人に貸してるからって言われてね。まさかその別荘を借りているのが皆さんだとは思いませんでしたわ。だよね、昨日別荘にみんながいるのを見てびっくりしちゃった。昨夜別荘に現れたのはあなた方ですか？うん、そうなんだ。撮影で別荘の近くまで行った時にみんなの姿を見かけて、そういえばって合宿のことを思い出したの。そうそう、偶然ってすごいってテンション上がっちゃって窓の外から呼んだんだよ。だけどいきなりカーテンを閉められて驚いたずら。いきなり窓を叩かれたら誰でも驚くのでは？ごめんごめん、あの時は自分たちの格好のことをすっかり忘れちゃってたんだよね。ですが途中で気づいて驚かせてしまったのだと反省しましたわ。昨晩はご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。まあテンション上がると百歩ってなっちゃうよね。ところでみんなはどこに泊まって
まってるの？言われてみれば、この島には他に建物ないよね。まさか、野宿？いやいや、さすがにそれはないよ。ええ、近くにある別の島のホテルに泊まってるわ。この島までボートを出してもらって撮影に来てるのよ。そうだったの。はあ、これで謎は全て解決したわね。一安心だね。今夜はぐっすり眠れるよ。ああ、ゾンビと踊れるってちょっと期待してたんだけどな。じゃあみんな一緒に踊っちゃう？こっちに来て、一緒に楽しもうよ。ホタルたちもリトルデーモンになりたくて現れたのね。何言ってんのよ。この大銀河宇宙ナンバーワンアイドル矢沢ニコニーを見に来たに決まってるニコ。ほらほら、もうずいぶん遅いわ。帰って寝ましょう。もしよかったらマリたちも別荘に来ない？わお、いいの？それなら迎えに来なくてもいいって連絡入れておくわ。楽しかったじゃん。あの、皆さんいつもこのような感じなのでしょうか？そんなことはないと思いますが。おかしいな、何か聞こえた気がしたんだけど。まあいいか。すっごく楽しかったね。ワン、ツー、5678。ほら、腕が下がってきてるわよ。ちょっとハードじゃない？マル、もうダメズラ。結局この2日間、私たち一度も練習をしていないんだから、これくらいは当然よ。ヨハネちゃんが弱音をなうちゃってヨハネって呼んでくれるのは嬉しいけど、弱音なんて吐いてない。カスミンなんて全然余裕です、もん。と言いつつ腕がプルプル震えてるよ、カスミちゃん。見ちゃダメ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ。はい、ここまで。やっと終わった。リナちゃんボード、ガク。朝からずっとでしたからね。さすがに疲れました。何言ってるの、まだ終わりじゃないわよ。次は、島の周りをランニングよ。まだ終わりじゃないの？だからそう言ったじゃない。さあ行くわよ。おにー、文句を言ってる暇があるなら足を動かす。1、2、1、2。合宿はこうじゃなきゃ。燃えてきた。
リンが一番にコールするにゃー。ずいぶん燃えてるよエリチ。合宿だからってだけやないんでしょ。のぞみはアクアの新作 PV のダンスを見て何も思わなかった？エリチと同じこと思ったかも。あれだけのものを見せられたら気合も入るでしょ。負けてられないわ。青春やね。ようやく合宿らしいいい練習ができました。ずいぶんハードだったものね。でも心地いい疲労感だね。ええ、やりきったっていう達成感よね。この感覚は何度味わっても飽きることがないわ。しおりこちゃん、初めての合宿はどうだった？最初にお聞きしたいのですが、皆さんの合宿ではいつもこのようなハプニングがあるのでしょうか？ハプニングがないわけではないですが、今回のようなことは私たちも初めてです。そうだよね。それを聞いて安心しました。合宿の感想、そうですね、いろいろありましたが学べることもあったと思います。学べるところなんてあったかしら。きっと皆さんにとっては日常的なことなのでしょうが、全員で力を合わせて困難を乗り越えるということはとても大きな学びだと思います。それとこれは合宿の正しい感想かわからないのですが、すごく楽しかったです。よかった。みんな夕飯の支度ができたよ。やったー。もうお腹ペコペコだよ。今晩はバーベキューにぴったりの2個特製カレーもあるわよ。合宿って感じです。おいしそうじゃないわよ。この2個が作ったんだもの。 100% 確実においしいわよ。カレーにはかなたちゃん特製の炭焼きスペアリブを乗っけてね。焼きトマトもあるよ。ジューシーでおいしい。あー、カナン先輩、スペアリブもっともっとどうぞ。みんなみんなたっぷりどうぞ。かなた先輩の料理は絶品なんですよ。お手が止まらないよ。炭で焼くとなんてこんなに美味しいんだろうね。地獄の豪華で炙られ涙を流す肉の塊、美味しくないはずがないわね。そんなもので炙られたお肉ちょっと怖いよ。美味しいんだからいいでしょ。ほらルビーももっと食べなさいよ。そうそう、みんなもっともっと食べて。ふふふ、カレーにスペアリブなんてカロリー爆弾だもんね。これでカズミ以外のみんなおっちゃりさんにしちゃうんだから。あれだけ運動したんだからいつもより多めに食べても太らないよね。うんうん、全然問題ないよ。あ、ルビーもう一個スペアリブ食べたい。慌てなくても私のあげますから。はい、どうぞ。ありがとう姉ちゃん。 PV 撮影もあれだけ頑張ったのです。たくさん食べて体力をつけましょう。え、
れあれれ、かすみさん、あっという間になくなりそうですが。ダメ、かすみも食べる。慌てなくていいわよ、いっぱい作ってるんだから。デザートもあるからね。わー、白玉。そうそう、白玉のお供にはあんこ、黒蜜、きな粉があるからね。あたしのおばあちゃんの手作り。アイさんのおばあちゃん、すごく料理上手。ぬか漬けも美味しいんだよ。ぬか漬けって食べたことないわ。私もそうだったけど、食べた時びっくりしたわ。すっごく美味しいのよ。そうなの？じゃあ私も愛に頼んでみようかしら。うん、それがいい。賑やかでなんだかお祭りみたいだね。みんな一緒だと楽しいよね。うん、次はあの子も一緒に合同合宿やろうね。合宿も楽しかったけど、やっぱり部室が一番落ち着くね。うん、ここが家って感じ。ふんふん、二人には合宿の練習はきつかったですかね。かすみはもっと合宿しててもよかったですけど。じゃあ一人で行ってくる？やだ。でしょ？私だってかすみさんと一緒がいいよ。しずく、そんなにかすみのことを？でも実質一日しか練習をすることができなかったにもかかわらず、実に中身の濃い合宿でしたね。ゾンビ騒動とかね。かりんちゃん、密かにショックを受けてたみたいで、夢に見ちゃうらしいの。今朝起こしに行った時も、うんうん言ってて。起こしに？ちょっとエマ？あ、今のは内緒ね。かりんちゃん、恥ずかしいみたい。って、エマ！そんなこと言ったらバレバレでしょ！いつもしっかりしてるかりんさんが朝に弱いなんて、ちょっとかわいいね。お願いだからやめて。いいじゃん。かなたちゃんもエマちゃんやあゆむちゃんに起こしてほしいな。かなちゃんが起こされたいのはあゆかちゃんにでしょ。そうでした。はるかちゃんが、お姉ちゃん起きてって言ってくれると、パチーって目が覚める。はるかさんの力は偉大ですね。そうでーす。ねえねえ、実はかなたちゃん、合宿中、とっても衝撃を受けたことがあったんだよ。それをみんなにお話ししたくて。どんなことですか？もしかしてかなたと私同じことを考えてるかも。そうなの？私の考えてることとも同じかな。多分私たち全員が同じことを思っているのではないでしょうか。アクアの PV のことではありませんか？すごかったね。リナちゃんボード、メラメラ。あれはやばいです。完成度高すぎです。近づいたと思ってたけど、やっぱりすごいなって思っちゃった。けど、皆さん、
皆さんの顔は全然暗くないです。そうだね、いい刺激になったよ。あんなパフォーマンスを見せられたら熱くならない方がおかしいわよね。たくさん練習して早くライブがしたいです。私もやりたい。あの子が戻ってきたらやろうよ。いいねいいね、早く帰ってくればいいのに。あと20日だからもうすぐだよ。ああ、早く先輩に合宿の話を聞かせてあげたいです。ところでしおりこちゃん遅いね。生徒会の仕事が忙しいのかな。ああ、しおりこさんなら理事長に呼ばれたと言っていました。理事長？失礼します。理事長先生、お話というのは。しおりこちゃん、そんなにかしこまらなくていいのよ。あなたのことは子供の頃から知ってるんだから。とはいえ今は立場もありますので。あなたはしっかり者だから私も安心してあの子たちを任せられるわ。よろしくね、しおりこちゃん。急に来るなら来ると知らせてくれれば迎えに行きましたのに。サプライズよ、しおり子をびっくりさせようと思って。私たち明日から通うのよ、ここに。どう？嬉しいわよね。どういうことですか？その慌てた顔。サプライズは成功ね、しおり子。もう満足だ。全て流れのままに受け止めるといいわ。流れのままに。ランジュがこの学園に転入してくるということですよね。ちょっと待ってください。私たちとは？私とそこのちっこいの。ミア、挨拶して。私の幼馴染で大親友のしおり子に。はい、アイミア。もうミア、挨拶はルーワン、日本語で。だるー。僕はミア・テイラー。ニューヨークから無理やりランジに連れてこられたの。こんなローカルなとこ来たくなかった。私と一緒なんだからいいでしょ。ランジ、また友人を強引に連れ回してるんですか。ミアさん来たくなかったって。そんなわけないわ。ミアは私と一緒がいいって。しおり子と同じよ。シッ。お二人のどちらを信じたらいいのやら。いいから、明日からランチは三人で一緒。オッケーね。僕のことは構わなくていい。そういうわけにはいきません。この学園に迎える以上、私にできることがあればサポートします。慣れない土地で大変かと思いますが、少しずつ馴染んでいきましょう。まったく、しおり子は硬いのよ。ランジュがこの狭っ苦しい国にわざわざ来てあげたことをもっと素直に喜びなさい。それは確かに嬉しいですが。とてもラッキーね、しおり子。私が来た以上、退屈からはバイバイよ。